2K22 ツングースカは、ソビート連邦が開発した自走式対空砲、ミサイルシステムである。システムが搭載されて運用される車両の正式名から 2S6 の名称で呼ばれることもあり、システムの詳細な構成が知られる前の資料等では、この 2S6 で表記されている例も多い。昼夜、全天候対応の条件下で、低空飛行を行う。 航空機及びヘリコプターを迎撃するために設計された。前型10-23から4シルカは2 3ト、mm、ル機関砲4丁により第4次中東戦争で低空域の敵機に絶大な破壊力を持つことが証明された。その一方で2 3ト、mm、ル機関砲は砲弾の破壊力が低く何発も命中させる必要がある手にや、 射程の短さが指摘され、対地ミサイルを有する敵機や対戦車ミサイルで武装した敵不評などからアウトレンジされる可能性が出てきた。これを受けて、トゥーラ景気技術設計局は、1960年代末期から10-23から4の後継機開発を始め、1986年に部隊配備が始まった。西側諸国は、1989年に、 ドイツ中流ソ連軍に配備されたことから存在を確認し、M1989 の識別名を与えた。GM-569A 汎用装置車に全周旋回が可能な走行砲塔を有する。砲塔は前面に円形の追尾レーダー、車体後部上に回転式の捜索レーダーを搭載する。走行時には捜索レーダーを後ろ向きに倒すことが可能。 武装である 2A3830mm 連装機関砲と QM311 対空ミサイルは砲塔の側面に装備する。方向兵器として 2K22 は 2A3830mm 連装機関砲を装備する。毎分3900発か5000発の砲弾を4000メートルまで撃つことができる。30mm 機関砲は 10-23から4の 23mm 期間法より、目標破壊に要する砲弾が2から3発少ないことが証明されており、秒速 300m で飛行するミグ -17、フレスコに対し同数の砲弾を発射した場合、30mm 期間法は 23mm 期間法の1.5倍の撃破率を記録している。 その他に迎撃下の高度が 2km から 4km になり、陸上にある軽装甲目標に対しても、より効果的な攻撃能力を持った。地対空ミサイルは QM311 の4連装、発射機を2機装備する。QM311 は、ロシア海軍で運用される CASN-1CIWS にも用いられているミサイルであり、 テレビカメラによる敵の位置情報を無線で送る無線指令誘導を用いており有効射程は8000メートルである。対空砲とミサイルを組み合わせて使用することによって効果的な対空能力を持つことに成功した2ケ22だが機関砲と対空ミサイルを同時に発射することは不可能である。また、機関砲は移動中でも発射可能だがミサイルの発射時には静止する必要がある。 ありがとうございます。